はい、ではめんこの作り方をレクチャーしたいと思います。めんこというのはこういう四角い、板状のものですね。めんこ遊びのめんこです。2色の紙を使って、組み合わせて作ります。はい、ということでこのめんこの、はい、作り方ですが、では2色紙を用意してください。この2色の紙をですね、まず、3分の1三つ折りにします。細かくきちっとですね、四角を出したいというのであれば、紙の大きさをまず測ってもらって、ぴっちり、折るのもいいんですが、ざっくりですね、どうせ子供がまあ使う遊具としてまあ折るという目的の場合にですが、このように、内側に筒型にしたのを、まあ、ざっくり折り目をつけてで折ると。こんな感じでまあ折れますんで、まあそこまで精度高く完成度高いものを作る際以外はこのように簡単にざっくり、まあ、三つ折りを作ってもらえればいいんじゃないかなと。でちなみにですね、これ同じ、折り方でですね、若干和紙とか綺麗な紙を使って、大きいサイズのものを作るとですね、これコースターとかにもまあなりますんで、そのような場合はピシッと、まあ、サイズを測って綺麗に折った方がかっこいいんじゃないかと思います。はい、まあこのように2枚三つ折りの紙がですね、2枚できたら、今度はこの紙の片方をまず下へ持ってきます。じゃあ下へ折ります。そしてですね、逆側を今度は上へ折ります。はい。このような形ですね。はい。こんな形をですね、もう一枚同じように、上から下へ。そしてこちらは下から上へ。同様に、同じパーツが、はい、2つできるという感じですね。はい、そしたらですね、今度はこのパーツを、こう十字に組み合わせて、あとはこれをこの中心の四角い部分に、まあ、合わせて折り込んでいきます。でこれをですね、順番にこのように折り込んでいけば、まあ、先ほど大体で今回のように折ると、まあ、若干やや形がまあ不揃いというかちょっと合わないなということにまあなりかねますが、まあ、これも若干の、調整をしながら内側へまあ折り込んでいけばですね、最終的には耳を、中へ折り込む感じになりますので、まあ、大体の作りでできるんじゃないかな思います。はい、それでですね、この最後の、一部分、この耳をですね、下へ差し込んでもらって、中へギュギュギュと押し込んでいく形ですね。はい、こんな感じで、まあ、ざっくりではありますが、まあ、めんこの形になると。はい、こんな感じですね。はい、このようにまあ色違いで作ってあげるとまあ可愛いんじゃないかと。で、めんこですからどうせこのようにね、叩いてまあ使う感じになりますので、まあざっくりでよければ先ほどのようにざっくりと、三つ折りにして、きっちり作りたい方はきっちり三つ折りにして作るとですね、より真四角の綺麗な、折り目のめんこができるんじゃないかなと。大きいもので作ればコースターになりますんで、はい、どちらでもお好きなように、まあ、やってみてください。